私をよみがえらせ。憎しみのエナジー。そうだ、この世に住む人々に他人を憎む心がある限り、クイーンベリル様はそのエナジーをかき集め、何度でもよみがえる。そして我ら悪の先王もクイーンベイル様によって再び命を与えられ、ここに新たに暗黒の世界を築くために集結した。私は不滅のクイーンベリルだ。クイーンベリル、クイーンタイト、ザンタイト、エフライト、ジェダイト。やだやだ、みんな蘇っちゃったの。そんなのやだ。セーラー服美少女戦士たちを襲え。ドーパワー。セーラームーン、聞くがよい。お前たちセーラー服美少女戦士はかつて我がダークキングダムの世界征服の望みを打ち砕いた。お前たちは憎き相手、必ず皆殺しにしてやる。我らはこの世の中を自由に操れる。銀髄章を手に入れて全世界、いや全宇宙を暗黒の闇で支配してみせる。いやよ。せっかく平和が戻っていたのに。